えー、それでは、今週の IMT カレッジの講座を始めさせていただきます。今週は、オブステトリックサアンドガイネコロジーの8月号でございます。最初の論文からお願いいたします。性的活動を有する大部分の人々が、生涯において HPV の感染を受けると考えられています。12種類のハイリスク HPV の感染により、肛門や生殖器官、さらに陰頭などに感染を認めることがあります。 HVV ワクチンは、子宮頸癌や子宮頸部異形成、さらにがん因や膣のの癌の発症にも結びつくものです。本紙にガーランドらは、2か4か9かのワクチンが関わる病変の割合を調べ報告しています。がん因部の HSIL の91.3%、がん因の LSIL の72.5%、秩の HSIL の72.7%が、これらの HVV の少なく とも1つが関わっていました HPV 陽性の浸潤がんを有する若い女性は、がん院がんの20%超に、及びその発言率は上昇してきています。4かワクチンにより、外院遊説、外因の異形成などのため、受診する患者の割合は低下してきています、はい。このヒトパプロマウイルスのワクチンが活用されるようになり、アメリカではです、ね、まだであの全員がやってるわけではないんですね。 大体3分の1から4ぐらいの若い人がワクチンの投与を受けた、それによってですねあの集団免疫のようなことになって H P v、HPV= ヒトパピロマウイ,ルスはウイルスが関わる疾患が減ってきているんですね。それからもう一つはですね4価のワクチンというと6、11、16、18ですか、この外院遊勢の6と11、それから16と18、これはですね、16と18は、 経がんと言いますけども、がん因がんや窒がんにも関わってるんですね。特に高度扁平上皮内病変といわれるものには関わってる。それで今、アメリカでルーチンに行われているのは9かのワクチンなんですね。で、9かのワクチンですから、ハイリスクの HPV に対する抗体が7つ、それと、がん因遊説の6と11に対する 抗体がと合わせて9かですねのワクチンが打てばその抗体ができるということなんですところがですねハイリスクっていうのは確か12ですね確実にハイリスクと言われるのは12それと IUZE の2つより14かのワクチンが出ればですねさらにあの ももも外予防でできるんですねだからそういう軽がんだけじゃなくて女性にとって非常に不愉快な疾患ですのでこれを全面的にこの排泄するというようなレベルまでをするためには14かのワクチンが必要ですね。でアメリカで今9かのワクチンができましたから日本ではまだ4かのワクチンを打つか打たないかなんて議論してますけども。 もうそういう時代じゃないですね、14回のワクチンがおそらく近く出るものと期待されます。大部分の原ん因及び疾病変は、分析の対象となった14種類の HPV の遺伝子型の少なくとも1つに関わっていました。 効果的な予防接種のプログラムにより、かなりの数の H. P. V. が関わる。外院及び膣の軽度扁平上皮内病変。および高度扁平上皮内病変を阻止できるのではないかと思われます。ええー、十二かの、あ、十二のですね。ハイリスクヒトパピロマウイルスっていうのが今ありまして、それからもう一つ二かの、二つの因遊税ですね。合わせてこの十四種類。 ののパピルスもう、けいがんはもちろんのこと、脊外院がんの全癌がん病変、あるいはこの高度、扁平上皮内病変、えー、さらには浸潤がんも予防できるのではないかと思われますね。えー、おそらくそういうのは、ですね、おそらく9かまでは速やかに開発を進みましたから、あ今度14かのワクチンというのがおそらく近く出るのではないかというふうに期待されます。 質式子宮摘出術の際にオパチュニスティックサルピンゲクトミーを施行するため有用な簡便な術式を開発しました、はい、このですねあのオプティミス,クミスティックってなかなか日本語には適切な役がないらしいんですで、えー、子宮摘出をやるときにですね膣式子宮全摘術とやるときに子宮をずっとこの,このほ本殿しましてずっと引き出すんですね そして前方に上げますと後方にあの卵管が見えてきます。それで卵管をですね凝固して卵巣への血流を損なわないように卵管ぎりぎりでそれを凝固して切断するわけですね。そうやって子宮を摘出するときに一緒に卵管も摘出するとこういうような卵管には病変はないけど卵管を切除することによって将来卵巣がんになるようなリスクを低下させることができる。 この実績は非常にいいということで、これはビデオがついてましたので、もし関心のある先生、この QR コードっていうんですか、それで携帯で見ていただければいいのではないかというふうに思われます。 婦人科腫瘍の手術を受けた患者において同時に骨盤底の修復手術を試みたところ術後にネガティブな問題の発生するリスクは低いながらも優位な上昇が認められ特に輸血の頻度が上昇しました、はい、婦人科腫瘍というとまあ子宮筋腫だとか卵巣脳腫とかありますしまたその悪性腫瘍もあると思いますけれどもそういうようなあ手術の時にですね正気脱 の手術も一緒にすると何かその問題が後で起こるか副作用と合併症いろいろ調べてみたんですが少し輸血の頻度がちょっと増える程度で他のものはほとんど合併症は変わらないんですねですからあの婦人科腫瘍を有してて正規、えー、脱を合併してる人にはその手術を併用してやるというのは勧められるという論文でございます。 術後回復促進プログラムを導入したところ術後のオピオイドの使用量は優位に低下し術後の体の機能的な回復に関わる各種要因にも改善が認められましたが疼痛スコアには問題は認められませんでしたこの術後回復プログラムっていうのはですねいわゆる早期の回復を促すためで、えー、術後早期に1日以内に歩行させたりですね それから早期にあの1日以内でしたですかね、常食を食べさせたり、それから手術の前にはあまりです、ね、深い、えー、その鎮,鎮痛剤のようなも、鎮静剤のようなものを使わないとか、えー、それから干腸はしないですね、それから前日の夜中からは、えー、固形物は摂取しない、その代わり、実後には固形物を早期から摂取させる、される、させるんですね。 そういうようないろいろなですね対応を取ることによって術後の回復が促されるというんですね。何も特別な方法じゃありませんので、このどういうような要因が必要かということで術後対応していただければ患者さんの早期退院も可能になるという論文でございます。 今回開発された予測モデルは、正規脱の術後12か月の時点での再発率、合併症の発現率、健康状態を正確に予測することができるという結果が得られました正規脱の手術をしてですね、1年も経ったときに、またそれが再発しないか、または尿失禁の具合はどうだろうかとか、また、ちょっと乳酵母を超える。 脱の再発が見なないいかとかとろんな予測モデルがありますそれ56種類あるんですがそれをやりますとですねその術後の合併症とその予測モデルの結果というのは一致率は非常に高いですね C インデックスというんですかねはですね0.7低くても0.6以上はあるということでこの予測モデルは術後の患者の状態を予測する上で非常に重要有用であると。 患者さんにカウンセリングを与える際には非常に活用できるという論文でございます。 2000年から2014年にかけてアメリカの各地域のクリニックあたりのエクシーの実施率に有意な変化が認められました。エクシーの実施率の上昇は男性因子の診断率の上昇とは相関しませんでした。このような結果は医学的適用や有用性の上昇を伴っていないことからエクシーは過剰に実施されていることが示唆されました。エ、はい、クシーっていうのはですね。 今あの、普通の倍性でも大丈夫だと思われる患者さんにも行われるんですね。で、世界で見ますと、で一番高いのは、中近東で75%育児だと言われてるわけですね。で、日本でも五分五分だったのが、少し育児の方が増えてきました。で、アメリカは地域によって育児の実施頻度が違いましてですね、アメリカはあの日本でいう北海道、東北とか、 そういうふうな地域で分ける、んです、ね、10カ所ぐらいにアメリカを分けまして調べてみると、地域によって育児の実施頻度、ずいぶん違います。それで育児の実施頻度の上昇とです、ね、ART の成績、例えば妊娠率とか、生児出産率とか、そういうものを比較してみますとです、ね、あまり相関がない、だから育児自身は臨床結果を促すものではない、それから男性不妊の頻度と育児が相関するかと、とそれも相関しない。 とということはヒクシーが臨床の適用を考えずに過剰に実施されているのではないかというのがこの論文の結論でございます。 pcos は発生頻度が高く生殖年齢の女性に認められる単一の最も一般的な内分泌代謝疾患でもあります。pcos には現在4つの表現型が認められています。それぞれ異なった長期にわたる健康状態や代謝異常などを伴うこともあります。pcos の病態整理に関する理解が深まったにもかかわらず、また過去20年本疾患の診断法に関する進歩が認められ にもかかわらず、PCOS は実際より診断される割合が低く、多くの臨床家にとって誤解されている点も多くあります。この PCOS というのはだいたいどうですかね、5%前後にあり、えー、認められると女性において最も一般的な排卵障害なわけですね。またあるいは内分泌疾患なわけです。それでこのよ 4つのこの表現型というと、高アンドロゲン症、それから排卵障害、排卵障害は <laughs> 三発無排卵症とか持続無排卵症ですね、えー、例えばバイニテム月経というようなものは排卵障害、それから3つ目は多毛ですね、4つ目は卵巣に見られる多能放性卵巣所見 PCOM と合われる。 がいろいろあるというわけですね。で、最近はあの一番最初は N.I.H の分類がありましたけど、その後 A.S.R.M とエシュレが合同で作ったあ診断基準がありますね。その他アンドロゲンかああ高アンドロゲン症 P.C.O.S 学会の基準があります。で、最近また N.I.H が そのもっとはっきりその3つの組み合わせで ABCD というタイプで診断しなさいということになってきたそれでその診断法だとか検査の方法だとかいろんなことがここに示されておりますだから PCO について何かどういう対応をしたらいいかということでですね迷われたらこの論文を読むと非常に指針になると思います 歯全症は主観的な認知症状と相関すると報告されていますが今回行われた系統的レビューでは標準的な神経認知テストで障害の明確な根拠を示すことはできませんでしたまた歯間全症後の認知に関わる結果を評価した質の高い研究は乏しいという結果も得られました歯間全症っていうのはですねいってもその原因は胎盤にあると言われてるんですね胎盤を作る時に トロホブラストが、十毛アイトロホブラストが螺旋、えー、動脈を取り囲んで、そ,でそこに交感神経の刺激が入らないようにする。したがって螺旋動脈が収縮しないんですね。それで、えー、血流が促されていい胎盤の血流が得られる。ところがですね、歯間伝承はそのトロホブラストが螺旋動脈を取り囲むようなことは十分に行われないので、螺旋動脈が収縮するとそうすると。 いろんな胎、ね、盤の機能障害を起こして血管新生因子に関わるものを低下させたりまたそれに拮抗するような物質を生み出したりすることによってですね歯間電症起こるんだでそれと同じようなことが脳の中でも起こってるんじゃないだろうかしたがってそれが起こればその認知症が症状がのリスクが高まるんじゃないかとも考えられるんですね。 しかし今までの,その研究を全部調べてみても歯間前哨の人に認知症が高まるというそのそう結論づけるわけにはいかないという論文でございます。満期を迎え単体の骨盤囲であった患者に待機的療法を試みた場合と比較し外回転を試みたとしても周産期合併症や死亡率の上昇は認められませんでした。 あの骨盤の場合です、ね、えー、何割かはあの外回転を試みられます。全然試みないこともあります。こう外回転を試みると、4割ぐらいはあの囲いになります。当位はそのまま形質分娩になりますね。で外回転が不成功に終わった場合は、大部分は帝王切開になります。で最初から外回転を試みない場合も帝王切開になりますね。で、そのような、なるんですが、一部はそれぞれの群で形質分娩になるものもいるわけですね。 骨盤のまま経質分娩になるそういうのをいろんなタイプの形質分娩の症例を調べたところですね外回転を試みたあで、えー、遠いになったものと比較し他のものでもあまり結果は変わらないんですねですから外回転をするということは4割は治るけれども治らないのが6割、えー、初めから試みないのはそのまま帝王切開っていうようなことになって。 ごく一部が運ににななるとということになります日本でも最近骨盤院は帝王切開っていうのは大体の傾向ですね。ですから外回転やりやすいものにおいては先生方が慣れている先生は外回転やられるんだと思いますね。でいずれもいい結果が得られると。もし治らなければ帝王切開というような選択肢で対応することによって非常にいい結果が得られるという論文でございます。 分娩中に帝王切開となった女性において帝王切開前に消毒液を用いて窒の処置を行う方針は手術頭部の感染の割合の低下とは相関しませんでした頭、えー、部の感染とは関係ないんですがしかしあの例えばあの新生児の肺血症のようなものですかねそういうよういよな一部のものもは多少、 分娩中に帝王切開となった女性において、膣の消毒を行っている方が少しいいのもあるんです。だけど全体としてはそれほど大きな差はないので、いずれでも選択をしてもいいというのはこの論文です。しかし消毒したとしてもネガティブな影響はありませんし、一部の因子にごく一部ですがいい影響もあるということで、私はやはり消毒した方がいいというふうに思っています。 十分な数の参加者を得ることはできませんでしたが今回の無作為対象試験で肥満女性に帝王切開を施行した際に予防的に陰圧処置を試みたとしても氷材性の頭部の感染率の低下を図ることはできないという結果が得られましたこの肥満女性にですね帝王切開した場合傷の合併症頭部感染や理解を防ぐためにですね 陰圧処置をっていううのがあるそうですしかしそれを試みてもですね普通のエアストリップなんかに用いてまたガゼ交換などする処置と結果は変わらないということなのであえて陰圧の処置をする必要はないとするのがこの論文でございます。 妊娠第一三半期のおしんおうとの治療に、温暖セトロンを適用外で使用するものの割合は、調査の終了の時点まで13%と上昇が認められました。調査の対象となった特異的な先天期刑の大部分において、妊娠第一三半期のおしんおうとの治療のため、温暖セトロンを用いたとしても、リスクの上昇は認められませんでしたが、都心郊外列と人の無形成、 あるいは異形性とにわずかな相関が認められたことからこれらの問題に関しさらに研究が必要です、はい、この温暖セトロンというのはあのアメリカではあのよく使われる妊娠オスの薬です,ですでこの妊娠の第三半期の時にこういうものを使いますとね、えー、先天危険のリスクがあるんじゃないかということを誰でも心配します。 で2つの今までの研究大きな大規模な研究で、えー、宣電機器へのリスクを調べられていますが大部分のリスク潜電機械のリスクは上昇しませんただ一つ更新・高外列のリスクが少し高くなるという結果も一つの研究で得られていますさらに研究しなければならないとなってますけどまあそのリスクがあったとしても極めて低い、えー、従いまして温暖性とのは あ継続してて使ってもいいいんじゃないかとする論文でございます妊婦の1%から2%が参加手術以外の手術を受けていますが今まで妊婦に手術を行うことは控えられてきました今までの手術時点の母児のケアなどは現在の状況とは異なっておりそのようなデータを活用することには問題があります いずれの妊娠三半期に適応となる手術が行われたとしても、非妊婦に行う手術以上にリスクの上昇はもたらすことはありません。妊娠中に手術を行っても、手術の適応となる疾患そのものに関わるリスク以上のリスクは存在しません。 子宮の増大などが手術を妨げられることもありますが術前に十分な計画を練り経験に富んだ外科医が対応すれば問題を回避することもできます再帰形成の恐怖流産早産などを恐れ手術を控えることは根拠のないことですあの妊娠中にですねいろんな婦人科疾患以外の疾患が発生して手術が必要になった場合ですね それを経験に富んだ医者が十分なあのこの経過を練ってです、ね、術をしても合併症の頻度は上昇しないというんです。ですからあその、この次の論文に出てきますけど、例えば胆石、胆の炎なんていうの,の場合もです、ね、むしろ妊娠中に、えー、周到した方がいいと、えー、結果として再、ね、入院の頻度も低くなるし、えー、医療費も安くなるということなんですね。 だからあ、また診断をしっかりする、場合によってはあ画像診断、えー、放射線、ト灯ンを使う画像診断もありますが、大部分は字に問題はない線量だということですね。だからきちっと診断して、えー、妊娠中に手術をするというのも、有用な選択肢であるとする論文です。 術後の結果に再は認めなかったことから、再入院の費用を低下させるために、胆管水腫炎を見た妊婦において早期に胆囊切除術を行うことを考慮すべきです。これは妊娠中にですね、胆囊炎になった、胆管水腫炎ですかね、それになったそれで胆囊摘出をやったのとやらなかった症例を比較してみてるんですね。 やはりその最初に入院した時にこの切除術を胆の切除術をやることによってその後の経過はいいんですねで再入院の頻度も下がりますし2回目3回目という再入院の頻度も下がりますそれから医療費が安くなりますですから妊娠中には3回以外の疾患が発現した場合には結果が手術手術が適用となる疾患であればそれは 実施してもいいという論文でございます。 初回の採血の際の体重分割、母体の体重、及び2回目の採血までの間隔に基づいて、再検査の結果が得られる誘導を、それぞれの患者において推定することができます。このような情報は、NIPT を再度試みるか、一般的なスクリーニングを行うか、また、新習的な診断的検査を行うかの選択に直面した女性のカウンセリングに有用です。 このです、ね、ニプトっというのは昔は99%以上の感度で99%以上の診断精度だああ得意度だというふうに言われてるんですだから我々はあニプトンを行えばこれからはですねいわゆる血清マーカーだとか、えー、妊娠第3期の超音波検査もいらなくなるし、えー、まして陽水選手もいらなくなるんだなというふうに思いましたししかしその後ですね ニプトンを行ってもですね判定不能というのも結構出てくるでいろんな体重の人たちいろんな年齢の人たちをここ調べてみるとですね肥満の人は結構その結果が出ないというのが多いんですで 25BMI が25までは非常にいい診断の精度もいいしまあ結果が分からないというのは判定不能が1%未満ですところが 肥満のレベルが高くなってくると5%とかになってくるそうしますとですねニプトがすごく精度もいいと言われているのがどうも当てあ合わないんじゃないかと今までのいいと言われているものとは一致しないですからあの母体の中に G 由来の DNA が何あるかということによってその結果が判定が難しい場合も4%ですね 4%以上あればいいんですが、2%とかいえば少し診断精度が低くなるということも考える。それには肥満が大きな影響を及ぼしていると。それで2週間ぐらい置いてまた再建しましてもね、少し上がるんですよ。1%とか2%ぐらいは胎児分化が増えるんですが、劇的に増えるわけじゃない。ということですね。だから、ニ i トに対して、どういうふうな、あこれが費用が安ければ、 反復して採決するのもいいでしょうけれども、これほどあの費用が高いといえばです、ね、今までの、えー、血清マーカー、妊娠第一弾歯期のスクリーニング、えー、そして問題が、偽陽性が5%で出てきたら陽性選手をするという対応と、まあ、あまり変わらないんじゃないかなというような印象も受けます。また、どんな論文で出るか、これから注目してみたいと思います。 セルフリー DNA スクリーニングにおいて BMI が35以上の女性では妊娠期間を通じ胎児文革の上昇は低地にとどまりました検査を延期したとしても検査が不成功に終わる割合を減少させることはできないのではないかと思われますこのセルフリー DNA ですね NIPT ですねこれはですね先ほどお話ししましたように 母体が、えー、高度の肥満ですね、クラス2以上の肥満、BMI が35以上の肥満の場合には、このノーコールという、いわゆる結果判定不能というのが出やすいんですね。で、そういう人は大体2週間おいてまた採血して調べてもですね、またそういうような結果になるリスクも高い、従いまして、えー、肥満の人に NIP とはあまり勧められないかもしれませんですね。まあ それでもやってみたいというそういう選択される方はそれでもいいんですがそういう判定不能という結果を出るリスクが高くなるということを理解しておく必要があると思います。 染色体ののの検査の選択肢を解説した患者を中心とした教育ビデオを見ることで35歳未満の若い女性において知識レベルが改善し自己報告に基づく情報の理解度の上昇も得られましたが患者の満足度には差異はありませんでした。 35歳以上の女性においてビデオを見ることで変化をもたらすことはできませんでしたが、これらの女性には遺伝カウンセリングが提供されましたが、ビデオの結果と同様に変化は認められませんでした。出生前スクリーニングする時、する際にですね、えー、血清マーカーについて、また陽性選手について、えー、それから年齢に伴うリスクの上昇とか、いろんなことをですね。 伝えるためのビデオ教育ビデオを見せたんですね。でその有効性を調べたんですが35歳未満の女性では少し知識が高まったということなんですね。で35歳以上の人はこれはもともとある程度知識あるんでしょうね同じようなレベルだったということでこの教育ビデオの有用性は確認されなかったということなんです。ですからやはりですねカウンセラーとか医師がやはりその 出生前スクリーンに関する情報を直接提供するというのは、非常に重要なことだというふうに思いますレベル1の根拠が得られた研究を収集し、メタアナリシスを試みたところ、女性の性機能障害に対する治療効果の67.7%は、プラセボ効果により引き起こされたものと判定されました。 これらの試験は女性の性機能障害に対する現在行われている治療法はプラセボと比較しわずかに優れているという結果で女性の性機能に対しさらに優れた治療法が必要であることを示唆するものです。えー、女性の性機能障害と、えー、いうとですね、性的興奮のレベルが低いだとかですね、えー、満足度が低いとかいろいろあそれから性,性交痛があるとかいろいろあの 項目がありますが、それを改善させるためにいろんな薬物が使われます。しかし、えー、その薬物の効果70%しますとしますとですね、プラセボを投与してもですね、50%ぐらいは有効だというんです。としますと、その差の20%ぐらいはプラセボ効果だということになりますね。70%の効果が得られてもですね、かなりのレベルの改善度は、 そのプラセボ効果性機能というのはすごくその心理的な問題が働くんだなということが分かります、えー、しかしそのプラセボ効果で本当に女性の性機能を改善させるための何らかの治療法がこれからも開発する必要があるのではないかとする論文でございます。 3期の子宮内膜症を有し、強い月経困難症と周期的骨盤痛を見る女性に、2 0ラムのバゼドキシフェンと0 4 5ラムの結合型エストロゲンの合剤を投与したところ、顕著な改善が認められたことから、バゼドキシフェンは、結合型エストロゲンは、従来使用されていた子宮内膜症の治療法の有用な代替法となる可能性が示唆されました。 バゾドキシフェンという名前から見るとクロミフェンと似てますよね。だからクロミフェンもエストロゲンリセプターモジュレーターの一つですね。これはもうエストロゲンリセプターモジュレーターの一つなんです。で、第三世代と言われています。で、これと、おこれはですねあの、コスト少々の改善に有用だとして認可されています。今回、この薬と、結合体エスト,ロエストラジオール、結合体エストロゲン。 0.45mg 含有した合剤を作りましてですねこれを子宮内膜症の患者に投与しましたら非常にいい効果が得られたというんですねですから今までの子宮内膜症の治療というと複合ピルを投与し場合によってはプロゲスロンゲスターゲン療法を行うというのが普通のスタンダードの治療法的には DNRH 療法だとか 時にはダナゾールなんても使われましたけどそういう治療法の代替となるのではないかということでこのバーゼドキシフェン結合型エストロゲン療法っていうのは注目されています。 ニューヨーク市で調べたところ、自家ウイルス感染の可能性のある女性は、自家ウイルス感染を確認された女性よりも多く、妊娠中、また妊娠成立期に一定の症状を見た女性の児の検査によって、自家ウイルス感染と診断される割合が高まりました。自家ウイルスと確認された、あ,あるいは可能性のある女性から出産した新生児は、自家ウイルス感染に対する検査を受ける必要があります。 自家ウイルス感染というのはあの確定診断する場合もあるし、まあ、疑わしいけどどうだろうかという患者さんもいるわけですね。そういうときにあの臨床症状を見るとです、ね、自家ウイルス感染と確認されたものはです、ね、やっぱりいろんな症状が見るのがあ割合が高いんですね。臨床症状で,です、ねえー、ちょっと発熱を見たとか発疹を見たとか,なんか体がちょっとチクチクするとかしび、うん、れるだとか。 そういうようなことがありますからそういうような場合には自覚感染のリスクが高まるということでその後慎重にチェックし退治もチェックしなくちゃならないということでございます。 妊娠早期において、妊娠糖尿病の診断基準は明確になっておらず、ネガティブな臨床結果に及ぼす早期の診断と治療の影響について、今まで示されていません。妊娠糖尿病の薬物療法に関する理解レベルは不完全で、専門家学会のガイドラインにおいても差異が認められます。インスリン、メトフォルミン、 グリブライドの相対的有用性は必ずしも一致しておらず特に長期的な臨床結果の面において問題がありますこのですね妊娠24週から28週において2段階あるいは1段階のですねスクリーニングを行うそしてそれで妊娠糖尿病と診断されるすなわち2時間値が血糖値が153ですね えー、パーミリグラムパーデシリットで空腹時血糖が92ミリグラムパーデシリットル以上なんという,うようなあ結果が出ましたらね妊娠糖尿病として、えー、何か治療をしなくちゃいけないそうすると場合によってはまあインシュリンを使うっていう人もいますしいやインシュリンを使うほどもないメトホルミンがいいという人もいます食事療法がいいという人もいますしかしですね妊娠第一三半期特に妊娠14週未満で スクリーニングしてその対応することによってどんな意義があるかということを今までにそれがガイドラインがなかったというのは非常に不思議ですね。でこれが今あのそれのチェックするので3つ4つぐらいのコントロールスタデーが行われています。でこれでどういうふうになるかということですね。で学科においても妊娠糖尿病に対してどんな治療をするかということはいろいろ分かれてましてインシュニンを使いなさいメトフロミン使いなさい。 ままたグリブライドを使いなさいいなとかかものが分かれていますだからそれぞれの先生が経験に基づいていろいろやるんだと思いますけれどもこれは少し、えー、妊娠早期の対応についてまたは検査についてこれから注目する必要があると思います。 ににおいて、ドクター・ジャミソンは母体のの免疫に関する4つ論文1では妊婦はインフルエンザの感染により合併症の発現頻度が高いことから ACOG と CDC は妊娠のどの時点でもインフルエンザワクチンの接種を受けるようすべての妊婦に勧告しています。 参加ケア提供者は、韓国に沿って妊婦にインフルエンザワクチンを勧めるべきであるとしています。論文2では、過去10年間、t プの接種は妊娠期間中、劇的に増大していますが、すべての妊婦の約半数はまだワクチンの接種を受けていないとしています。 論文3では、ワクチンに関する有害事象の報告システムは、受動的な調査という限界はあるものの、ワクチンの接種を受けた女性において、一定の大規模のリスクの上昇が25年間にわたる調査により検知されておらず、ワクチンの安全性が示唆されていると述べています。 論文4では、妊婦を対象とした双方向性の教育ツールは、ワクチンの接種率の上昇をもたらすものと思われます。ワクチン接種に対するヘルスケア提供者の勧告は、母親のワクチンの接種率を上昇させる重要な要素であると述べています。妊娠中にあのインフルエンザのワクチンを投与することによって、ですね。 その重症化を防ぐことができるということで、どの時期でもインフルエンザワクチンを投与してもいいということになってますね。ところが最近の論文で,です、ね、一つ、流産の,の頻度が増えると出たんです。しかし、それを調べてみると、やっぱり研究のデザインがちょっと問題だということで、この ACOG でも CDC でも。 この妊娠中にインフルエンザワクチンの投与を控えるべきだなんていう感覚はないんですね、依然としてきちっとどの時期でも投与すべきだというふうにしています。それから t ダップはです、ね、この三種混合ワクチンですか、これは妊娠の第三三半期分娩前にやりますとね、そこの抗体が赤ちゃんに行って、地に行って、百日的隻なんかの感染を防ぐこともできる、受動免疫のような。 感じでこの母体の IgG が字に移行しますね。そういうようなことでいいこともある。もし妊娠中にできなかったら母親は30期に投与すべきだと言われていますね。それからあーそのワクチンを接種するというのはこのまだあの半数ぐらいにしかアメリカでは増えているといってもまだ半数は受けてない。だから医師はは3回は ワクチンの意義をよく説明する必要があるということです。やはり医師から進められるとです、ね、やはりこの接種率はもっと上がるんじゃないかと。で、いろいろなワクチンによって先天機機を受けないのリスクはないのかといえますけども、今までアメリカのずっと継続的な調査で、そういうような結果は得られておりませんので、安心してワクチンを接種してほしい、接種すべきであるとする 論論文文ででごございまますここれのののオブ紹介終わりましたもし先生方でこれらの論文に対して何か情報が欲しいというようなことがありましたらどうぞ国際医療技術研究所までアクセスしてください先生方のお役に立つような資料を提供できるのではないかと思いますまた来週にかかります今週はどうもありがとうございました